喜んでいるように見えましたか？皆さんの表情、Raise your hands up。手と手が重なるところぐらいまで来ましたら、それを体の下に下ろしてきて、And down。そして肘を使って上にポーンと跳ね上げます。Making your elbow。One more beat。はい。いきますよ。下の方に下ろしてきて、もう一回ポーン。はい。ありがとうございます。Thank you very much。体操みたいですけれども、これは、It looks like exercise. 日本で表現で心が晴れ晴れするなんていう表現がありますけれども、心の中の悩みとかわだかまりが空の彼方に飛んでったっていうようなイメージでこういう喜びの演技をしています、はい、Next expression is anger. Though there are many ways of expressing anger, I'd like to show you the easy way. Please look at him.Very angry. Maybe some people do usual life. Because there are many serious stories in No, crying is very important and it is said to be most beautiful emotion acting. It is called shiori.Please turn your upper body down slowly. 目から涙がポタポタと落ちるのを想像していただいたら、左手を手のひらを上に向けて指先を揃えてお腹のあたりに出しましょう。そうです。そのまま肘を使っておでこのあたりに手を上げていきます。So put your left hand around your stomach so that the tears fall into it.Then use your elbow to raise your left hand to your forehead. Please repeat twice.Yosumi is the main character called Shite. Yoshinori Shimizu and Kankichiro Hisada are the chorus. They have been awarded the status of important intangible cultural property.、ね、今のように能面に敬意を表してから、それから、表をつけます。通常は実は写真撮影って NG のことが多いんですが、今日は今の間はお写真撮っていただいても結構です。で、唯一ちょっと NG のところは、能の舞を始まったとき、そのときだけは他にご覧になっているお客様のお邪魔になってもいけないので、そのときだけは写真撮影をお控えいただければと思います。Now you are able to take photo or video, but when the dance starts, please stop using mobile phone or video or camera. Thank you. The main character puts on the costume of god, Sumiyoshi Myojin. In the past of the chant dance, the god divides away, the devil masks the people happy.After paying homage, the actor puts on no mask and ties two strings behind his head. Usually we do such preparation in silence. 能面がつけ終わりました。そうするとこの「スキカン」という冠を頭につけて、これで完成となるんですね。この冠も男性の神様専用のものとなります。
それに少し長いカツラをつけていますね。はい。After putting on the no mask, the crown called Tsukikan is put and the costume is nearly complete. まあ、私今ベラベラとこうしてね隣で喋ってるんですけれども、今この3人をご覧いただいてもお分かりの通り、通常楽屋の中では余計なことは一切話をせずに粛々とこうして着用させてまいります。This crown is used only for male gods. さあ、能面がつけ終わりました。この後、このして、ね、主役を立たせまして、それから高砂の舞が始まるという形になります。Now everyone's dressed. はい、では、これからご覧いただく高砂ですけれども、高砂の持ちしてと、ね、後半部分の舞、4分から5分ぐらいじゃないかと思いますが、その後半部分の舞を、少しダイジェスト版という形でご覧いただきたいなと思います。持ちしてのところからになります。よろしくお願いいたします。 So today's performance is digestly shorted, but ladies and gentlemen, we would like to start 高砂 soonOh!
ダウンを締めっていうね、あのいわゆる横のダウンになってるんですね。その横ダウンのこうしましまのやつに、長番しもっていう、まあそうですね、時代劇のよくお殿様の前でみんながこう集合するとこう紙しも着ておりますね。ああいうのでしかも舌が長い、ね、引きずってやるというようなね。で、今回はこの太郎冠者と同じ入り差しなので、この片絹というのをつけていきたいと思います、ね。今回は五大陸のということなので、これはですね、実際にうちの万作先生がですね、ソビエト公演の時に使われたもので、これ赤の広場があるんですね。これちょっと特別なちょっと見えるね、こういう柄が、はい。そしてですね、この片絹をつける時に腰寄りというね、これは普通に門の形なんです。門腰織って言いますけども、実際にこういう太郎冠者入り差しですと、こういう普通に地の白い門を使います。例えばこれは鬼の役とかそれになりますとですね、地が赤だったりこう 色がついているものを使って、黒だったりとかそういったものを使ったりいたします。これも役によって変えたりするんですけど、まあどちらかというと今の人たちで言えばネクタイのようなものと考えていただければと思います。で、実際にこう前のこの門の高さを揃えて、で押さえていただいたところを後ろに腰寄りを当てて、そうですね、そして前で締めます。前で締めるときにですね、両サイドを少しこう下げるわけですね。しごくという言い方を我々はしてますけど、そしてこれを両方ですね締め上げたの、これを挟むわけですね。この余った部分を簡単に挟んで、非常にこう何と言いますか、そして前を、ね、でこの船腰を上げます。これこのままじゃなくて、この後ろをこう上げてですね、これも左右の形、上下左右とバランスよくつけて形を整えてあげるというのがちょっと大事なところになってまいります。ちょうど何て言いますかね、折り紙でね、折ってこう何て言いますかね、形にフィットするような形でっていうのと同じですね。でこれがまあ太郎冠者入り差しとあります。で実際に片身の他にもちょっとお見せします。例えばこれとかは野村家で大事にされているトンボの方ですね。こうやって季節によって、これなんかはやっぱり夏前とかに使われたりします、ね。ああいう碁、あと将棋の柄もあります、ね。そういうのは例えばその何ですかね、出てくるお話の中で博打打ちとかね、そういったこうものに使われたりもいたします。もう一つありますので、ちょっとこちらも見せたいと思いますけども、ね、これは宇治橋、ね、こういったこうやっぱりちょっとね、色もあれですけどね、涼しげな感じで、これのですと、季節を問わずに使ったりするっていうのができます、ね。それではですね、実際に盆さんの方をですね、野村太一郎さんに、演じていただきたいと思います。じゃあよろしくお願いいたします。お先のものでござる。この地無世間に盆さんの流行るはおびただしいことでござる。またここに旅殿と申しておびただしむ盆さん
も一つも触れられん。今宵ひそかに忍び入って案内なしに一つ二つ取ってまいろうと存ず。まず急いでまいろう。まことにしわに人でござる。あのたくさんなうちも一つなど触れられたと言いまして大事ないことも何のかのと言いまして触れられて先なまだ今宵はできとって参ろうと存ずる。いや何かと言ううちにこれじゃ。これはなかなか厳しい手じゃ。それでは入られまい。裏へ回ってみよう。裏もこの手にならば気の毒じゃが、なんとあろうぞ。これこれ、表に似ぬ裏じゃ。この吉垣を破れば、あなたは都合のうちじゃ。あのようなこともあろうと存じて、横切りを呼ぼにいたいな。さらば吉垣を破ろう。ずか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 。メリ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 。人が聞